みんな聞こえますか？今日みきちゃん、あ、みきちゃんね、踊ってたんよ。なんかね、ちょっと喋りかけようと思ったの。え、ちょっと伝えて、みきちゃん、みきちゃんにね、あのね、伝えといてください。あの、話しかけたかったんですけど、ちょっとここちゃんはちょっとまだ言えないのよ。言えないんだけど、ちょっとまあ恥ずかしかったから、あの話しかけられませんでしたって言ってて、ダンス上手ですねって伝えといてください。そうだから、可愛いなって思って。なんかみきちゃんがね、ちょ、今メール来たのにごめんね、遅かったかな。アラームはお腹の音？違います。そう、みきちゃんが可愛くてダンス上手で、もうなんかね、みきちゃんからね、めっちゃコインランドリーのいい匂いみたいなのがしてたねそう、コインランドリーのいい匂いがしました。そうえ、あれ絶対ね、コインランドリーのね、あの乾燥機の匂いみたいな、超いい匂い。え、俺コインランドリーに居座る系、あのお外のコインランドリーのところでってするのが趣味みたいなところあるから、そう、それも褒めてる。いい匂い、コインランドリーの匂い、そう、あったかい匂いかな、柔軟剤の匂いかも。そう、コインランドリーってめっちゃいい匂いしない？そう、なんかね、みきちゃんは本当に運動神経が良くて、なんか俺っちは本当に羨ましいなと思いますね。そうコインランドリー居座りたいけど居座れないみたいな。髪型可愛い、ありがとう。ツインテールです。ちょっとみきちゃんには伝えといてください。そう、あの今メールを送られたそうです。今日はそう、お猫パーカーですよ。お着替えしましたね。あの、なんかちょっと嫌な、ちょっとね、あの服がね、え、かわいいですね。あ、やばいちょっとね、え、お猫さんです。そう、ハートありがとうございます。ねって言っちゃった。うさぎさんの猫ちゃんって言うとしちゃった。そう、このパーカームクムクで暖かそう。え、ゆかさここちゃん。そう、ハートありがとう。カタツムリさんありがとうございます。ここちゃん仕事始め、そうです、今日がで、明日はそう SKF フェスティバル公演なので、緊張してきた。昨日は何、久しぶりに大富豪で会えて嬉しかったです。行けてない人でしょ。そう、ハートありがとう。たまじゃきさんありがとうございます。そう、公演が終わってありがとう。え、来るんでしょ、食いしん坊たん来るんでしょ。そう、今年は劇場でココちゃんに会えるかな。会えます。お腹痛いからこの世界が消そう。お腹痛い時めっちゃ神様に謝るよ俺は。そう、俺はあの日頃の悪いことをしたことを後悔する。え、神に謝る、本当に神様本当にごめんなさいってあの思ってます神様にあの謝罪する。本当に、なに、みきちゃんココナさんにデレデレみたいです。かわいい、え、本当にかわいい。なんかもうペチャペチャしたい。そう、神頼みやで俺。お腹痛い時とか結構神頼みしちゃうね、本当に。ありがとう、カタツムリターン、謎のアバターの人ありがとうございます、ハート。そう、こんばんは。なんかさ、俺さ、あのマグロのさ、マグロ丼食べたのよ。マグロ丼丼丼をだからあのその時に土の味したから、あ、これやべえ、お腹痛くなるかなって思ったの。でもならなくて安心してます。本当によかった。え、また神に誓う時が来る。え、俺これ言っていいの。あのね、俺ね、あのお腹痛すぎて昔ね、お尻を出して倒れちゃったのトイレの前でね、お尻を出してね、あの倒れました。中学校の時です
めっちゃ可愛くないですか。あのお尻を出して倒れてたの。そう、可愛い可愛いでしょ。だからその時も神に誓ったんよ。そう中学校2年生か3年生の時なんですけど、え、救急車、うん、あのそのトイレの近くにママの部屋があるんですよ。だからママに助けを求めました。そしたらママが、あのママがママがね、ささやく声でなんか、ココちゃん大丈夫ぐらいのあのささやく声ね、ささやく声で助けてくれた。で、あのお腹痛くならない薬をあの出してくれました。出してくれた、これを飲みなさいって言って飲んだら、あ、治った。そうそう、あ、俺はそう小学生の子かな。そうじゃないよ、中学校だよそれ。そうママがささやきボイスであの助けてくれた。そう学校じゃないよ。そう、いやこれはマジ笑っていいよ。あのココちゃん、ココちゃんのとママの思い出だから。そのちゃんとママはさ、ココちゃんがそのお腹痛いことに気づいてくれたことが嬉しかった。そんなささやきボイスでも嬉しかった。そう、え、お外だよね、お腹痛くなったことない、あんまり。え、お外でならんくない、学校もなったことない。え、学校じゃないよ、なんで学校なの。そう学校ではないんですよ。学校でさ、お尻出して倒れたらもうここ泣いちゃうんだけど、もう学校行けない。ね、ココちゃんとママの思い出です。そう外でなったら最悪じゃない。そうね、食べ過ぎちゃったのかな多分。ね、劇場は、あ、そこの間、あの12月24日の公演は、あのなんか胃が痛い、なんかね違うのよ、痛みが別の痛みだった。そうだからね、お腹が弱いのよ多分。てれこんにちは。そう、え、全然ない、今はないね。緊張すると胃が痛くなる。そう、どうしよう明日、あ、伝言伝えてきました、ありがとうございます。そう、そうですよ、早めに時間を知ってくれて助かります。え、もう今決めちゃっていいぐらい、明日公演だもんね。どうしよう、うん、そう、リップの色すごないね、真っ赤か、うんうんうん、食べる、じゃあリップ食べるね。そう、明日はみっちゃんと同じかな。え、違うよ。俺まだ同期と出たことないんですよ。そう、赤なんですけど、ちょ、赤すぎん、これ、これダメでしょ。あ、今日の夜ご飯当てた人は、100円あげます。あ、ちょっとマシになった。そう、え、絶対当てれる、これは。え、なんか、あ、ラーメン欲しい、ラーメン欲しい。え、めん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 、では、ココちゃんは、正解は、焼きそばでした。焼きそばでした。当てた人は100円あげます、俺が。そう、外れた。いや、ココちゃんね、焼きそばの美味しさに気づいちゃったみたい。なんかカップラーメンとかめっちゃ美味しくないですか。カップラーメンが美味しいことに気がついちゃって、
でもなかなか食べられないです。なんかカップラーメンはあの半分くらい、あ、俺おのあの残すと あげます、誰かに、パパにあげます食べれんのよ。そう、カップラーメン全部食べられません。そう、え、なんかかゆい。ねえ、今の顔なんだと思う？当ててみてよ今の顔当ててください。そう、青海さん会ったの、そうだよ。はい、正解はじゃらん、じゃがいもの顔。え、これ最近覚えたんだけど、じゃがいもの顔っていう。え、俺があの最近覚えたいなって思ってるのが、あの椎茸の顔っていうやつなんですけど、あの俺はじゃがいもの顔が限界。そう、目が出ますか？出ます。目は出ません。そう、なめたけの顔、ですね、なめたけの顔。あれは土です。そうじゃがいもの顔かわいい、嘘。そう、魚の顔って何？そう、え、ダメ、もうこうちゃんはね、あの変顔とかねしない派やからアボカド、アボカドって何？絶対オブスじゃん。そう、ハントありがとうございます。え、俺はおせんべいも食べたんだった、そういえばそういえばおせんべいを食べて、あのおせんべい食べたから今ね、口の中におせんべいがねいるのよ。あ、290日ありがとうございます。290日、アボカドじゃねえし、アボカドだし、ドゥッドゥッドゥ、イチゴ、バナナ、アボ、テテテリテン、テテテリテンテン、メロン、チリ、オレンジ、テテ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 、キウイ、ピーチ、アボカド。え、そう、かわいい服です。え、今何時？今何時かみんな忘れちゃった、さっきの。おせんべい、あと15分だそうです。え、今日めっちゃご機嫌よ、マジで。もうめっちゃ歌いたいの我慢、歌いたいの抑えきれてるんよ。え、なんかさ、なんかいい公演の歌を歌いたいなって思ってます。なのでもう残り少ないですが、いい公演の歌を調べます。あれってさ、 AKB なんですか？ AKB の方ですか？なんか、何がありますか？ないね。え、未来が目にしみるね。じゃあ未来が目にしみる、未来が目にしみるが好き。金木犀いいよ。え、何でもいいんだけど。何？金木犀、金木犀、金木犀あるの？一緒に帰ろう、あ、何でもいいんだけどお江戸歌う人いるの？柿って、柿、え、ちょっとイヤホンつけます。ハートのベクトル、カップリングウィズいいよ。俺めっちゃ好きやよ、カップリングビーズウィズ。君と、君とやよな、君の丘、君、あった。じゃあカップリングウィズね。君の、君のか、君のだ、君の。ちょっぱ、こんにちは、お茶いしました。
君とカップリングウィズ寝落ちましたわ。時間ないって。君とカップリング、これはもう次落ちたらもう俺はフィンランドしか歌いません。優等生すぎて誰から見ても別世界の人だったよ。頭固くて冗談通じない、付き合うなんて絶対ありえないって。偶然会ったゲーセンで一人きり熱くなって太鼓を叩いてた。カップリングの君は表とは違うよね。みんなが知らない顔に胸がときめいた。そんな弾ける秘密僕だけ独占してる。憂鬱感に浸りながら君のカップリングウィズ、可愛い女の子想像もできない意外な展開だったよ。素顔のままで二人盛り上がって、本当の君に会えた気がしたんだ。翌日キャラは元通り、そのギャップ楽しんでるの。つまらない優等生、カップリングの君は新しい世界だね。どっちも私をなんてウィンクひとつして、そんな小悪魔タイプどんどん惹かれてゆくよ。愛しさが癖になるんだ君のカップリングウィズ。誰かが噂していたよ、君が堅物すぎるって。何も知らないんだ、食わず嫌いはダメさ、見かけとは違うんだ。人は誰ももう一人キャラを隠してる。できることなら両方、光の影も愛して、そのすべて手に入れたい。恋の裏と表、カップリングの君は表とは違うよね。みんなが知らない顔に胸がときめいた。そんな弾ける秘密、これなんか早口だね、なんか追いつかん。はい、ありがとうございます。じゃあ続いては、でも割とさ時間ないよね、もう終わります。何があるかな。まあじゃあもう、あ、未来が目にしみるで終わります。まあみーまあ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 み、あ、ありました。はい、しみますね。そう、E はあの可愛い曲が多いんですよ。やばい、ずっとクルクルしてる。どうしてどうして、落ちた、嘘、俺は映ってるのにどうしてだよ。ココナさんいるよ。ココナさんなんでいるのにな。そう、なんかこれ見たいな、いっぱい見て歌えるやつ歌いたいな。もう時間がない、じゃあもう終わっちゃうね。あ、
あ、戻ってきた？あれ？ Wi-Fi がやべえ。Wi-Fi が、 Wi-Fi がね、やばい。あ、来た。あ、こんな夜明けを眺めるのは多分初めてだ。絞り出された青い絵の具溶かすように空が広がってく。人は決心した時に見えるものが変わるんだ。いつも同じ朝なのに、目にしみてもちゃんと見ろよ。どんな眩しくてもあれが未来なんだ。目にしみても世界は待っている。なぜだろう、涙が溢れる。悲しいことは何もない、だけど切なくて。日が昇ってゆくあの空を見てるだけで泣けてしまうんだ。なんて美しいのだろう、思い悩む雲などない心だけは晴れていたい。目をそらすな、雨の時も、どんな空模様も、それが生きることだ。目をそらすな、すべて受け止めろ。辛いこと涙が洗うよ。